入植により乱世は三国定立の時代を迎える。その後蜀は帝軍山にて魏軍を駆逐し漢中異勢を制圧。一方で孫権の要求をのみ慶州の大部分を孫呉へ返還した。蜀と呉の盟は良好に保たれ東西から大国魏を睨む。三国の関係は安定にも似た拮抗を見せていた。それぞれに国を富ませ力を蓄える劉備、曹操、孫権、それは乱世の永続あるいは激化をもたらしかねない。ならば少子国力とも充実する今こそ乱世を終えるべき時。かくして諸葛亮は曹操との決戦を奏上、劉備もこれを承認する。決戦、その響きに血をたぎらせる関羽、馬超、甲冑、歴戦の猛将たちが今五条原に遊躍する。この馬毛騎、何者にも屈しはせんぞ。この五条原で曹操との親友を決する。みな、力を貸してくれ。やはりわしと歯を競う英雄は貴様だ。だが最後に勝つのはこの宋の男よ。天下に正義を示す。いざ王騎参る。そろそろ頃合いかな。食軍を誘い出してみようか。敵が動きます。宝石隊、攻撃を開始。蜀軍を迎撃せよ。到来だ。投石ね。敵する将に降伏してやればいいですよ。投石なんぞで俺様が止められるかよ。待ってやがれ。すぐに殺してやら。やりますね。これでも感心しているのですよ。攻撃。
お見事、見せつけてくれますな。さあ来やがれ、お前なんざ引かねえだ。待たせたな、猛徳。
敵本陣へと猛進する。李天殿、学臣殿、いざ参らん。承知しました。敵陣の強襲、必ずや成功させましょう。ここが勝負どころってやつだな。ますます気合がみなぎってきたぜ。文献お手合わせ願います。いざ。李万世、またの名を神が攻める男ってか。この超文脈をお相手しよう。私あの者を止めましょう。いや、行ってきます。私があの者を止めましょう。
最大の敵曹はここに倒れた。みんなよくやってくれた。私たちの勝利だ。